おはわこんばんにちは。はい、どうもカズマルクスと申します。ということで、レースの前にねちょっと見てほしいものがあって、まずタイムアタックの 200cc ビッグブルーでめちゃめちゃすごい走法がね開発されたということで、皆さんにもねちょっとお見せしたくて今回ねこの動画を撮っております。で、世界1位のポッチさんのタイムを見てみると、ダントツでねこのタイムを見た感じめちゃくちゃ速いんですよ。まあ同じチーム乙姫さんも速いんですけど、ということで今回はね 200cc ビッグブルーめちゃくちゃすごい新走法が開発されたということで、皆さんとね、世界1位のポッチさんのゴースト見ていこうかなと思います。さあ、タイムの方を見てみますと、セクション2がめちゃめちゃ速いんですよ。自分と比べるとこの差セクション1とセクション3はそこまで変わんない。まあ言うて世界1位のポッチさんと比べると点1、点2ぐらい遅いという感じなんですけども、セクション2がめちゃめちゃ差あるんですよ。点3とか点4とかね、下手したら点5とかすごいね差があるんで、今回はねこの走法がどんなものなのかね、みんなでね見ていこうかなと思います。それではどうぞ早速ね見ていきたいと思います。これがねポッチさんのゴーストですね。世界一のポッチさんのゴースト見ていこうかなと思います。で、セクション1もね少し変わってるんですよ。 JA スルーしてるところがありまして、 JA スルーじゃん、 JA してるのか。ここね前まで JA してなかったんですけど、新たにね JA してますね。いやー結構変わってるよね。で、もっと驚くのがこのセクション2のこれ左から行ってグーンと右に行って、これ下ルートなんですよ。で UMT ギリギリ貯めて、ここもねジャンプ、ここ変態 SC は変わらずと、ただね柵ギリギリなんで越すのが、なんでねジャンプ力はないと厳しいかな。でセクション3なんですけど、ここに関してはあんまりね変わった点はないんですけど、うん、ここテイク J、 ここギリギリでテイク J 決めないとちょっと厳しいかなと。で、あとはまあ変わった点はないでしょうかね。はい、まあ練習あるのみですね。自分もねほんと練習して皆さんにねお見せできればいいかなということで、今回はねこの 200cc ビッグブルー新走法がヤバすぎるというね動画をねちょっと皆さんに紹介しました。はい、じゃあ通常レース戻りましょうか。カット、こんばんは。はい、どうもカズマルクスと申します。ということで、前回とはい大丈夫、同部屋でねがっちり撮影しておりますと。はい、もう絶賛悪いジハナちゃんで走ってるんですけど、ここはもう逃げ切りでいくか、せっかく上位スタートだから。なんか上位スタートでさ下がって打開するよりもなんか逃げ切った方がなんかかっこいい感じがするんでまあ打開もかっこいいとは思うんですけどね、逃げ切りしようかな今回は。さあ、これコーラはしっかりケツつけて、後ろが何持ってるのかわかんないんだよな。で、皆さんね、マイク買ったっていう話はしたんですけど、どうでしょうか、音質どうでしょうか。もう買ってから多分2週間ぐらい経つんだけどさ、で、買って、これまで動画多分10本ぐらいは撮影したのかな。まあさ、そんくらい多分撮ったんですけど、これは当たるんじゃないかな。当たんない？当たるよね。当たんないか。ラグで当たるかなと思ったんですけどね。ここ、コウさんありがとうございます。さあ、この方はね、ロイ花ですね。俺は悪花なんだけどさ。さあ、これは2位で取ったかな、多分アイテム。うん、まあいいや、これケツつけて、うん、OK。さあ、スーパー、しっかり UMT か。で、この人となんかめっちゃ競ってるな。いいぞ、いいぞ。あ、コイン10枚だから。これ入れ替えしようかな。たまにここの2個取りね、あ、これは譲る？あ、ちょっと待って。言いたいことが言えなかった。今、譲ろうと思ったら、俺が置いたバナナに引っかかったんで。あ、でもなんだかんだ言ってまだ1位だったわ。さあ、スターのロイが来てるけど、危ねえ、引かれそうだった。シンさんに引かれそうだった。これ当てるか。当てて俺が1位出るわ。オッケー。さあ、ここの外側は誰もいないと。いやー、みんなマジで、あんだけ世界で一番愛してる、自称世界一愛してるロイパターをもうなんかあんまり使わなくなったのはおかしいよね。うん、もう今はね、悪いじはなちゃんの時代よ。っていう感じになってるんですけど、さあなんか MT がうわー、そこでサンダー来るか。できればアイテム前で出てれば防御をつけて、ほらね、うわー、こうなるからな。だからアイテム過ぎた後だとね、あ、でも1位、いけいけいけ、いやー、最後審査に抜けちゃった。審査ま
という感じで、次ね、レース頑張っていきたいと思います。ちょっとカスタム変えようかな。さあ、やっていきたいと思います。第2レース目が、ドラゴンロード 150cc やってこうか。で、カスタムね、変えました。はい、大丈夫。悪い字花ちゃんをね、全パートから使ってたんですけどね。あまりにも、ね、ロイパタさんがかわいそうかなと思って、今回ね、めっちゃ久しぶりに、まあでも200部屋でも最近走ったかな。うん。これは UMT、オッケー、ギリギリ溜めて、ニスクも決めていくと。ああ、完璧。いや、ちょっと今手がね、震えたんですけどね、150では、あまりニスクはやんないんですけど、150自体走らない俺が言うのもなんだけど。さあ、なんかまた1位出ちゃったわ。もう喋ってると1位出んだよな、この部屋。レートもね、まあまあ高いんだよ。うん。俺より高い人結構いるんですけどね。さあ、しかも俺、150ノラ潜ったの、多分、ガチで、もう数ヶ月ぶりレベル。本当に。ずっと 200cc やってきた俺からするとめっちゃ久しぶりなんですけど、あー、ミスっていく。やばい。ここはボム置こっかな。これしっかり置いて対処していくと。オッケーオッケーオッケー。ちょっとかわいそうなんですけど。オッケー、バナナ避けて。バナナちょっと怖いな。あそこ、いいとこ置いてるね、みんな。センスあるよ。置く場所センスある。さあ、三段 J がね、あそこ。あー、トゲきたな。これは SMT 解放して、飛距離伸ばしていこうかな。オッケー。さあ、ここでしっかり MT ジャンプアクションして。あ、三段ナイス！神さん！超神さん。ただ三段回避、いるよね。スター、いやー、木野さんあれ無理だろ。あれはきついな。さあ、2位になってしまった。この方もやっぱ悪い花ちゃん使ってるね。うん、ほんと使いやすいからみんな使おうね。さあ、ここでしっかり UMT 貯めて、OK、しっかりミーターボジャンプアクションして、ジャンプアクションじゃねえ。これは、うわ、嘘！いやー、テレサー。アイテム前で取られてたらまだ2つ取ってたんですけど、赤コーラ来てないから OK かな。よし。で、3段 J は OK 決めた。さあ、バックスナーしていきたいんですけどね。どうしようかな。ここは普通に行くか。オッケー。さあ、これは、しっかり、ケツつけて、警戒して、オッケー。あ、申し訳ね、今の。いや、メガネさん。俺のケツに最後、当てるつもりはなかったんだけどさ。抜かされないように、ちょっとね。うん。いや、抜かされないようにしてた結果、ケツコーラに当ててしまった、という結果になってしまったんですけど。はい、メガネラティさん、本当に申し訳ございませんでした。はい、じゃあ次、レースやっていきましょう。はい、じゃあ、3レース目ですかね。やっていきましょう。ミラーのミュージックパークですね。ミラーがまた2発目。あ、大丈夫。さっきのね、カラカラ砂漠が1コース目だったんで、ミラー。今回が2コース目、ミュージックパークミラー、やっていきたいと思いますと。はい、夜撮影はほんとね、なんかテンション上がっていいよね。はい。で、仕事から帰ってきてやっぱね、うわー、ここ2つ通るのむずい。というか逆半来たわ。ここでしっかり CD 決めて、あー、ちょっと高いね。ちょっと高くて、うん、下手。で、ここはグライダー行くか。なんかね、ミスったらあれだし、この音符に踏まれそうで怖いんだよな、いつも。さあ、ジャンプアクションして、コインここで10枚しっかり回収して、で、ここでしっかり、ショートカット決めて、ジャンプして、ダートスルーと。オッケーオッケーオッケー、いい感じだぞ。これは、交換して、いや、めっちゃなんか、歴然の差だわ。さあ、1位との差は歴然という感じで。ここしっかりミーターボー、ミーターボー、ミーターボー。ミニターボー連発して、これちょっと飛距離稼いで、オッケー。これね、皆さん、トゲ来た時は、なるべくね、ターボを解放して、飛距離をね、伸ばしておくといいかもしれません。うん。ちょっとしたワンポイントアドバイスになれば幸いなんですけど。さあ、これは交換しようかな。さあ、もう一回クラー引いてくれれば嬉しいんですけど、まあ引かないよね、さすがに。これちょっとね、イカスミで、さっきのミューパで、絶賛ミスっちゃったんで、はい、もうチキって普通に行きましたと。で、ここ交換して、まあここはね、UMP 双方で行くか、中でしっかりインついて、やべえ、このインつき。前輪落とす溝落としという技ですね。はい、解説いらねえよって。はい、という感じで、テレサが来たけど、まあ、ここでしっかり2つ入れ替えして、まあ、大丈夫と。はい、赤コーラ何回来て ?2 つ来た、オッケー。赤コーラちょっと来すぎじゃね？オッケー、大丈夫。まあ、3発来たらもう来ないでしょう。さあ、ここでしっかりスーパー貯めて、ジャンプアクション。で、ここでもジャンプアクションと。後ろ来てる。あー、りんたろさん来てるね。ここでジャンプアクションして、ミーターボの、あとは大丈夫かな。
さあトゲは、あトゲ来たけど大丈夫かな。さあ、オッケー、サンダーは大丈夫。え、うん、大丈夫かこれ。さあ最後抜かれずに済むかな。ターボ入んない、オッケーという感じで、最後なんか無理やりターボ貯めようとしたけど、あれは遅いんでやめた方がいいですね。もう普通に直でまっすぐ行ってゴールした方が早いっていうのはね、わかるんですけど、なんかやりたくなっちゃうんだよね最後。うん、気持ちがね表に出すぎて、ミニターボ貯めて早くゴールみたいな感じで。はい、じゃあ次レース行きましょう。なんかめちゃめちゃ1位取っちゃうね今回の部屋。